Traffic information by Meisui. 山陽道が事故のため一部通行止めになっています。山陽道は伏せ畑ジャンクションに向かう下り線の三木ジャンクションと神戸西インターの間が事故のため午前11時13分から通行止めになっています。中国道は岡山方面に向かう下り線の中国池田インター付近で工事のため5キロの渋滞。新名神高速は神戸ジャンクションに向かう下り線の川西インターの先で緊急の工事のため4キロ半渋滞しています。阪神高速3号神戸線の西行きは京橋を先頭に西宮まで15キロの渋滞です。名神高速は西宮方面に向かう下り線の京都東インターの先で事故のため15キロの渋滞。名神高速の反対の上り線は京都東インター付近を先頭に高槻ジャンクション付近まで23キロ渋滞しています。第二京阪道路は京都方面に向かう上り線の寝屋川北インター付近で緊急の工事のため5キロの渋滞です。以上ジャティックの伊藤でした。琵琶湖と比叡山を結ぶ棚田の中に名水の里山があります。そこは浄水器メーカーの名水が大切にする小さな里山です。身近な水の循環を考えるために里山再生活動に参加しています。名水。 This is FM 802Freedom Weekend